春菜がいなくなったからすぐに帰国して。は、何言ってんのお母さん、酔ってる？酔ってないわよ。それより今すぐ帰ってきなさい。何の冗談、今旅行してるから無理だよ。たった一人の妹が亡くなったのに旅行中だなんて、最低な姉ね。そんな急に言われても意味わからない。なんで、いつ亡くなったの？7日前に鉄塔から飛び降りたそうよ。そんなに日数あったのになんで連絡しないわけ？忘れてたのよ、いろいろと忙しくて。普通真っ先に連絡するよね。仕方ないでしょ、いろいろこれからのことを相談してたんだから。いろいろって何？春菜の財産とか貯金額とか、他にも探せば金になるものあるかもね。ああ、そうだ、保険金いくら降りるかしら。お金のことばっかりね。娘が亡くなったのに。お金が一番大事でしょ。とりあえず500万送んなさい。は？なんで？春菜の葬儀費用に決まってんでしょ。私の口座に振り込んで早く払わなきゃ通夜も葬儀もできないから、今すぐよ。ああ、なるほど、そういうことか。何よ。いや、なんでもない、こっちのこと。500万もかかるんだね。そりゃ可愛い娘のためだもの、盛大にお別れしないと。ふーん。何よその態度、文句あんの？まさか地味にしょぼく済ませようってんじゃないでしょうね。そうじゃないよ。それよりなんで振り込みなの？手渡してよくない？すぐに必要なのよ。葬儀には間に合うように帰る。私が葬儀屋さんに持っていくよ。ダメ、やめて。なんで？私が帰ってから支払っても間に合うでしょ。いや、明日のお昼が期日なのよ。そんなに切羽詰まって支払いあるの？きっと通夜の前には必要なんだ。でも葬儀って一般的には請求書届いてから後日支払うよね。それはほら、海外からだと手数料だいぶかかるらしいの。だから私が払うから。ああ、手数料ね。そうよ、そんなのもったいないでしょ。まあ、ただではないからね。そうそう、だからほら早く振り込んでちょうだい。でもその前に聞きたいんだけど。何？あ、口座番号のこと。飛び降りたなら遺書ぐらいあるんだよね。え？遺書？なんでそんなの見たいのよ。春菜が何に苦しんだのか知りたいの。今すぐ写真で送って。いやよ、めんどくさい。ひどいこと言うのね。あんたほどじゃないわ、妹の通夜にも参列しない冷酷女のくせに。あのさ、そもそもなんでお通夜が明日なの？普通その日か翌日じゃない？葬儀屋さんに頼むのが遅くなったのよ。7日もあったのに。うるさいわね、ちょっと遅れただけじゃない。春菜のこともちゃんと送るつもりよ。やっぱり何が何でも帰る。え、でも今あんた旅行なんでしょ？そうだけど、今もうチケット取るために時間調べてる。待って、そんな慌てて帰らなくてもいいんじゃない？変なこと言うのね。さっきまで通夜にも来ないって責めてたのに。だってせっかく高いお金払った旅行やめていいわけ？家族よりお金が大事なのはお母さんだけだから。とにかくあんたは旅行してなさい。500万の送金だけすればいいのよ。相変わらずがめつい人。とにかくなんとかしなきゃな。私は綾香、36歳です。大手製造会社の海外事業部のアメリカ支部に勤めています。父は早くに病気で他界しました。母は典型的な毒親です。金にしか興味がなく、横暴な母に私と妹の春菜はずっと我慢してきました。そんな母のもとを早く離れたかったこともあり、海外での仕事を目指すようになりました。そして努力の甲斐あって海外勤務が叶い、自動的に実家から離れたのです。しかし妹は母に対して反抗できずに実家暮らしをしているので、私はずっと気がかりでした。妹の話ではどうやらまだ母の暴君な態度は収まっていないようです。何度も家を出るように言ってるんだけどな。そしてこの後、母が起こしたとんでもないことが発覚するのです。翌日。もうお通夜が始まってるわ。やっぱり帰ってこれなかったわね。そうね。で、まだお金振り込まれてないんだけど、どういうこと？500万なんて無理。今すぐ振り込みなさい。無理に決まってるでしょ。私は500万が必要なだけ。あんたは帰国しなくていい。ありえない、絶対渡さないから。
あら、私にそんなこと言っていいわけ？何を？払わないなら、あんたの会社で妹の通夜にも来ない冷徹女だって泣きわめいて会社から金出させるわ。は？ま、実はもうすでに会社に電話したけど。何それ、どういうことよ？そのままの意味だけど。そんなわけわかんない電話、誰も本気にしない。さあ、それはどうかしら。会社の金横領するわ、仕事サボって男と会ってるわ、問題になると思うけど。は？私そんなことしてない。信じてもらえるといいわね。ひどい、そんな嘘つくなんて。ちょっと話持ってみただけよ。朝早くに連絡したから、そろそろかな。うわ、ちょっと、会社からすごい連絡来るんだけど。それは大変ね。ま、私の知ったこっちゃないわ。会社にまで迷惑かけておいて何言ってんのよ。さっさと金振り込まないあんたが悪いんじゃない。いちいち反抗するし、ほんと可愛くないわ。どうしよう、これでプロジェクト飛んだら。自業自得じゃない、このままクビね。今直属の上司からプロジェクト外された。あら、災難ね。しらじらしい、お母さんのせいでしょ。あのプロジェクトに私は人生かけてたのに。ご愁傷様。まあでも私はあんたの母親だから、今振り込めば会社に連絡して取り消してあげる。最低、人間として終わってる。なんとでも。じゃ、入金よろしく。翌週。あんた何したのよ、いい加減にしなさいよ。何の話？春菜の通夜が終わっても生命保険金が受け取れなかったの。私は保険金に関して何もしてないけど。嘘よ、あんたが裏で手を回したんでしょ。それより春菜の保険金が目的で通夜したの？何よ、親が受け取って何が悪いの。まさか私を疑ってるんじゃないでしょうね。疑うも何も、まさか通夜しただけで本当に保険金もらえると思ってるの？必要書類や手続きとかは？通夜したんだからそれでいいじゃない。世の中そんなに甘くないから、そう簡単に保険金受け取れるわけないでしょ。なんでよ、春菜が亡くなったんだから通夜したんだし、保険金は私のものでしょ。春菜が生きてるのに保険金なんか受け取れるわけないじゃない。え？お母さん、私生きてるんだけど。だってさ、あんたが春菜になりすましてるだけでしょ。ふざけないで。お姉ちゃんみたいに出ていくこともできないくせに一丁前に口答えするな。だっけ、それ、私が春菜にずっと言い続けてた言葉。春菜から聞いたよ、自ら命を絶つよう強要したそうね。そんなのデタラメよ。その後春菜が出てったから保険金目当てに死んだことにしたんでしょう。こんなすぐバレる計画、浅はかすぎてつくづく呆れる。違う、私はしてない。言っとくけど、私が海外勤務になってからあんたが春菜にしてきた暴行やひどい言動についても全部知ってるから。私は母親として教育しただけ、何も悪くない。それに春菜は私に逆らわないはずよ。あの子は優しくて責任感が強いからね。どんな親でも育ててもらったことに変わりはないからって、なかなか見捨てられなかった。でももう限界が来たそうよ。本知らずな、何なのよ限界って。もう疲れたって LINE が来た。疲れたんなら私の言う通りくたばればいいじゃない。本当に最低ね。逃がせて正解だったわ。はあ？アメリカに逃亡しておいでって私が言ったの。今一緒にいるわ。あんたの家知恵か。だから春菜が生きてることは最初から知ってた。話し合わせて様子見てたら私にまでお金せびってくるんだもの。ほんとどこまで腐ってんの。うるさい。言っとくけど、やろうとしたこと全部バレてるよ。更新所に依頼してあんたが今まで私たちに隠してきたことも全て調べはついてるから。勝手なことしないで。どうせそれも私を脅そうとしてるだけでしょ。分かってるんだから。脅しじゃない、事実よ。バカ言わないで、そんなことできっこない。ふーん、なら調べた内容を教えてあげる。いいわよ、どうせ嘘なんだから。嘘じゃない、報告書の内容には母親が昔勤めてた葬儀社の社長が会社の金を横領、グルになってそれを黙秘しているって記載されてる。何の話かしら。あくまでしらばっくれるの？だって私は無実だから。無実ね。第一あんたのでっち上げでしょ。
それくらいわかるわ。横領の件をネタに社長を脅して無理やり今回の通夜を行った上、父親が娘にかけた多額の保険金を不正受給しようとしているともあったわ。え？説明してもらえるよね。なんで？いや、それも嘘に決まってる。あんたが今してることだよ。こんなの証拠にはならないんだから意味ないわよ。なるよ。それに他にもある。え、どういうこと？羽田が持ってた診断書、日記、録音、 LINE のスクショもだね。何よそれ。万一の時のためにできるだけ証拠を取っとくように私が言ったの。またあんたか。ほんと小賢しい。私は普通よ。あんたが異常なの。これ全部証拠として警察に提出して被害届出すから。なんですって？更新所の調査報告書もね。警察なんて冗談じゃないわ。謝るからやめて。今さら謝罪なんていらない。それと会社にデマ流したことも忘れないでね。これも被害届出すし名誉毀損で訴えるから。そんな。当たり前でしょ。会社にまで迷惑かけたんだから。あれはほんの出来心で。おかげで上司にまで迷惑かけたわ。どうしてくれるのよ。謝るわ。ごめんなさい。あんたたちのことも手荒く扱わないから。それで、はい、そうですか、なんてならない。私はあんたのお母さんでしょ。産んで育ててやったじゃない。あんたのことは母親だなんて思わない。実家にも帰らないし二度と会わない。待って、反省してるわ。やっぱり私はあんたたちが一番大事なの。だから警察だけは勘弁して。どの口が言うんだか。さようなら。もう私たちと関わらないで。ごめんなさい。ねえ、お願い、聞いてよ。後日談。その後、私たちは帰国し、証拠と更新所の調査報告書を警察に提出しました。母は暴行、恐喝、詐欺など複数の罪に問われ逮捕されました。もちろん母が脅していた葬儀社の社長も業務上横領罪で逮捕。私たちは母にそれぞれ民事上の法的手段を使って損害賠償や不当利得返済を求め、それぞれ100万円ずつ慰謝料を請求しました。無事に慰謝料を受け取り、そのお金でアメリカに新しい家を借りて、妹と私で二人暮らしを始めました。そして私は母が騒ぎ立てた会社を退職し、より大きなやりがいを感じる会社に転職しました。今は以前以上に楽しく働いています。私たちはこのことをきっかけに母とはきっぱりと縁を切れたので、妹も以前より明るくなり、私たち姉妹は新たな生活を楽しんでいます。